While dusting one of my planks, as we all do from time to time, I realized that I have this Sega VHS tape. A Sega VHS tape that is still sealed and in the shrink wrap. A tape that I've never seen the contents of, and that I got in with a whole bunch of other Sega stuff from Japan that I still need to take a look at. Well, since I'm a retro amateur archivist, I thought it would be a good time to have a sort of little movie night and see what's on the tape, and thereby digitize it to the internet in its real VHS glory. Enjoy. ドリームキャスト入門ビデオ。この春話題のタイトルが続々と登場予定のドリームキャスト入門ビデオでは、魅力満載の最新ゲームタイトル情報やビジュアルメモリの新しい遊び方を紹介します。さらにドリームキャストといえばネットワークコミュニケーション、ドリームキャストのネットワーク機能についての紹介や、あの湯川元専務のキャンペーン内容など耳寄りな情報満載でお伝えします。ドリームキャストを持っている人も、これから買おうと思っている人にも絶対おすすめ。それでは早速行ってみよう。アドベンチャーとアクションで構成された超スペクタクルハイスピードロールプレイングアクションゲーム。全てを破壊しようとする狂気の天才科学者ドクターエグマに立ち向かう超音速ハリネズミソニックをはじめ、6人のキャラクターが繰り広げる壮大なストーリーとアクションはまさにアドベンチャー。ビジュアルメモリーとネットワーク対応で冒険の舞台はさらに広がる。まさにトップオブザゲーム、ソニックアドベンチャー。セガラリー2。メガヒットを記録した前作セガラリーチャンピオンシップの続編。バラエティに富んだ全16コース、選べる車は19車種23パターン、コースごとのカーセッティングなどなど、ドリームキャストならではの機能がさらにパワーアップ。そしてセガラリー2最大の特徴は4人まで参加できる通信対戦モード、ネットワーク対戦は最高にエキサイティング。今すぐ挑戦しよう。パワーストーン。 Are you ready? アクション。タプコン。セガが送るレースゲーム第2弾、スーパースピードレーシング。世界最高峰と称されるレースの興奮と迫力をドリームキャストで先取り。時速300キロオーバーで繰り広げられる超高速バトルで、レースの臨場感も最高潮。抜きつ抜かれつのデッドヒート、ライバルカーとの駆け引き、まさに一瞬の油断がレースの結果を左右する。白熱した全27台のバトルはまさに快感。ブルースティンガー。完全フルポリゴンのリアルタイムムービーアクションアドベンチャーがドリームキャストに登場。圧倒的なビジュアルインパクトと映画さながらのスリリングなストーリーがプレイヤーを魅了。クリーチャーデザインはアカデミー賞受賞者のロバート・ショーと映画マスクのピート・ボン・ショーリーがカメラワークの監修をするなど、
ハリウッドの技術が結集したビッグプロジェクトだ。6500万年の眠りからあいつが目覚めた時、人類最悪の戦いが始まる。The House of the Dead 2。 キュリアンテ事件、あの忌まわしい事件はこれから起きる事件のほんの一端でしかなかった。プレイヤーは迫り来るゾンビにたった一丁の銃で立ち向かう。これまでのバーチャガンではできなかった新機能に期待度満点。情け容赦ないゾンビは次から次へと。さあ君は生きて帰れるのか。湖底に潜む巨大ブラックバスに挑め。躍動感あふれるバス、臨場感たっぷりの水中シーンがビギナーからバスプロまでを魅了する。天候や時間帯まで設定が可能な超リアルバスフィッシング。 Get Bass。あの野球つくがドリームキャストでさらにパワーアップして帰ってきた。プロ野球チームを作ろう。君に課せられた使命は球団社長としてチームを優勝に導くこと。キュートな秘書のお姉さん、頼もしいコーチ陣のサポートを得て最強チームを目指せ。観客動員、テレビの視聴率、さらにグッズ販売などチーム経営の全てが君の肩にかかっている。ドリームキャスト版では選手の育成や試合中の作戦など戦略指示メニューの自由度が大幅にアップ。もちろん自分だけのオリジナル選手を作る機能も忘れてないぞ。試合表示モードではミニ球場システムが新登場。ビギナーからマニアまで監督気分を思う存分満喫。ドラフト、キャンプ、オープン戦、ペナントレース、そして夢の日本シリーズ。君だけのドリームチームで目指せ世界一。そして野球つくで育てた選手を使って楽しめるアクションスポーツゲーム、プロ野球チームで遊ぼう。アナログ方向キーを使用した新感覚操作と斬新なカメラアングルによる臨場感あふれる映像、そして野球つくとのチームデータリンク。君の育てたドリームチームでアクション野球が楽しめる。このリアリティと興奮はドリームキャストでしか味わえない。もう今年の夏が待ちきれない。ソウルキャリバー。 Transcending history and the world, a tale of souls and swords eternally retold.
Welcome back to the stage of history.Now two souls are fiercely entangled. J リーグプロサッカークラブを作ろう。セガサターンで発売され大人気を博した作ろうシリーズの最新作 J リーグプロサッカークラブを作ろう。モーションアクターとして浦和レッズの小野伸二選手が協力。ドリームキャストの特性を生かした美しいビジュアルは身長、体重、顔など選手の特徴を見事に表現。さらには大胆なカメラワークとの連動によって豊富なモーションデータがサッカーファンを魅了する。J リーグプロサッカークラブを作ろうは充実の思考アルゴリズムによって誰でもやればやるほどその楽しさにハマる。選手の個性や特徴を見極めることで最高のサッカーシミュレーションが堪能できるぞ。遊べるチームもJリーグだけでなく全日本代表チームやナショナルチームといった最高のチームでの対戦をドリームキャストで提供する。本格的なサッカーを追求するマニアからアクションの苦手なライトユーザーまで幅広く楽しめる本物さながらのサッカーゲーム。全世界で大ヒットしたワープの代表作 D の食卓から約4年、全く新しいアクション RPG として生まれ変わった D の食卓2がドリームキャストに登場。今度の舞台は真冬のカナダ。主人公ローラの乗った飛行機が数名の男たちによってハイジャックされ、さらに宇宙空間から飛来した謎の隕石によって墜落してしまう。奇跡的に助けられたローラは保護された山小屋の中で恐ろしく変貌したモンスターを目撃し、悲劇の物語は幕を開ける。戦闘はガンシューティング方式を採用。また雪山の移動手段にはスノーモービルなども用意され、スムーズにゲームを進めることができる。ムービーと比べても全く遜色のない美しい映像は全てリアルタイムで表現されている。極寒の大地で繰り広げられる壮大なストーリー、D の食卓2。魔剣 X。 プレイヤーは魔剣となってさまざまなキャラクターを支配し、剣と剣のバトルを繰り広げる。ストーリーは日本を発端として世界を股にかけた展開で構成される
そして様々な重要情報を持ったキャラクターたちに出会うことで冒険は多彩な広がりを見せる。冒険の舞台は全15カ国20以上にも及ぶステージが用意されており、中国、ロシア、ブラジルなど様々な国で冒険が繰り広げられる。敵と視線を合わせながら間合いを図り、攻撃を避け隙を突く。脅威の新機軸オートフォーカスシステム、常に敵を把握しながら対峙ができる3次元空間を生かしたアクション性。プレイヤー視点ならではの究極の臨場感がプレイヤーを魔剣ワールドへと引き込む。繊細かつ大胆、悪魔絵師金子一馬の描くキャラクターを 3D で完全再現し、秒間60フレーム再生を実現。圧倒的なクオリティを誇る数々のキャラクターにプレイヤーは息を呑むはず。このチャイ様が特別にシェンムーの世界を紹介してやろう。シェンムーをただのゲームと思うなよ。ここでは何もかもがリアルに息づいている。時は容赦なく流れ、天気は移り変わり、運命の大きな流れが渦巻いている。憎しみに突き動かされるやつがいる。やけに強そうなやつもいる。わっちゃー、これが俺様だ。けなげに生きているやつらもいりゃ、謎の輩もいる。言っておくがな、シェンムーにムービーはねえ。クヘッ、フルインタラクティブ全身操作できるんだ。けー、しかも難しい操作は全く必要ない。必要なボタンをクキッと押すだけで世界を自由に動ける。けー、フリーな世界ってわけだ。そうは言っても、すれたゲーマーだってスルメをかじるようにじっくり味わえる。どんな奴らに出会い、どんな謎に立ち向かうのか楽しみだな。8月5日、ついにシェンムーの扉が開く。ハード的にはすごく作りやすいハードですよね。で、今市場にあるハードの中で一番やっぱりいいですよね。グラフィック、音で、やっぱコストパフォーマンスで、作品のクオリティ、全てにおいて、優れてるなって思うんで、皆さんもぜひこう手に取って遊んでくれたらなって真剣に思ってますね。バイオハザード1、バイオハザード2で、その後のお話で、スケールがね、かなりアップしてて、あることをこう全部捕虜収容所になってるんですよね。そこに、入る話から、で、今までのお話っていうのは、相手側は逃げてて、ゾンビ化したやつだけが残ってたんだけど、今回は狂気の人間たちも残ってて、来るぞってことでこう待ち構えてられたり、人間に襲われるみたいなところもあるし、でそこから脱出ってことで、ある乗り物を使ってあるところにまた移動みたいな、そこはもう全く気候も違うようなところなんで、かなり大掛かりなステージになってます。でなかなかね、初めてのハードだったし、あれなんですけど、今までの、背景は一枚絵からフルポリゴンになって、でカメラワークも、映画的っていうんですかね、かなり映画的カメラワークを意識してて、で、制作の方はですね、順調に遅れながらもですね、年内にはなんとか皆さんのお手元に届けられるように、進行してます。ぜひ、買っていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。まあ、第1弾パワーストーンってことで、で第2弾がマーベル VS で、その後もずっとラインナップ組んでます。
でカプコンとしてはかなり本気で、ドリームキャストに取り組んでますから、本当にみんなにハード買ってほしいなって。今買ってでまだ遊んでないゲームがあるんだったら遊んでほしいなって思ってます。こんにちは。今日はドリームキャストの可愛いパートナービジュアルメモリーを紹介します。記録をメモリーしたりするやつ、携帯できる対戦、可愛い、素敵。ビジュアルメモリーとは液晶画面を装備した携帯端末でドリームキャストのデータファイルを保存することができます。また単体でゲームを楽しんだり、ドリームキャストやアミューズメントマシンとの接続によって新しいゲーム、エンターテインメントの世界を広げるツールです。すごく小さくて軽いです。小さいのがいっぱいついてて、ここがなんか外せるみたいなんですけど、ここ差し込めるとかいいかも。赤もいいし、友達の家に持って行っても使えるんだ。へえ、便利だね。食事の後とかの暇つぶしもできるよね。いいでしょ。
みんなはネットワークって何か知っているかな？ネットワークはいろんな面白いことが詰まってるんだよ。じゃあみんな、ドリームキャストのネットワークコミュニケーションの世界をこれから紹介しよう。ドリームキャストは買ってすぐにインターネットにつなげることができるんだ。ドリームキャストを電話線につないで、ついてるソフトを入れて電源を入れれば、あとは画面の案内に従って入力していくだけ。すぐに世界中のインターネットサイトにアクセスできちゃうんだ。メールのアドレスだってその場でもらえるから、友達へメールをすぐに送れるよ。ドリームキャストでネットワークにつなげたら、次はネットワークを使って友達を作ろう。ドリームキャストにはネットワークを使ったゲームがたくさんあるから、遠くの友達や新しい友達とすぐにゲームができてしまうんだ。君のゲームライフもどんどん充実すると思うよ。ネットワークを使ってゲームをしている仲間はたくさんいるんだ。腕を磨いて日本中で待っている友達と君もゲームをしてみようよ。ドリームキャストにはプレイしたゲームデータを保存したり、液晶ゲームができるビジュアルメモリがオプションで売っています。ビジュアルメモリの本当のすごさはネットワークにつないだ時に発揮されるんだ。ドリームキャストはネットワークを使ってデータのダウンロードやアップロードができます。いろいろな液晶ゲームをネットワークからダウンロードして、ビジュアルメモリのゲームを自由に書き換えることができちゃう。だからいつでも最新のゲームをプレイすることができるんだ。これはすっごく便利な機能だよね。次はインターネットに接続するとき最初に必要になるソフト、ドリームパスポート2を紹介しましょう。一新された鮮やかなグラフィックと様々に強化された機能、ドリームパスポートが新しく生まれ変わりました。ようこそドリームパスポートへ。ドリームキャストをインターネットに接続するための入力作業がより簡単になった音声ガイダンス機能。メールにファイルをつけて送ることが可能になり、ゲームのセーブデータなどを友達へ送ることができるようになりました。文字入力のためのソフトキーボードも使いやすさを考えてより便利になっています。さらにより動きのあるホームページをサポート、アニメーションや様々な音楽などを楽しむことができるようになっています。またホームページの入力ボタンにも対応。当然セガのドリームキャストマガジン、ドリキャスもこれに合わせて内容を一新します。そしてそして、なんと今回話題のメールソフト、ドリームフライヤーの一部機能を先行してドリームパスポート2に搭載。これまでになかった楽しいメールが次々と受け取れるようになります。新しいドリームパスポート2の世界はこれからますます広がるよ。新しい友達と巡り合う、遠く離れた友達と時間を共にする、いつもの仲間とワイワイ遊ぶ、ネットワークの楽しさをたくさん詰め込んだつなげー第1弾、集まれぐるぐる温泉の登場。合言葉は友達100人作ろうよ。インターネット経由だから誰でも手軽にぐるぐる温泉に遊びに行けるんだよ。
みんなで温泉に集まったら、いろいろなゲームで遊んだり、ゆっくりくつろぎながらおしゃべりに花を咲かせよう。きっと素敵な出会いが待ってるよ。ぐるぐる温泉では、中井さんをはじめ各ゲームのホストキャラクターが親切に皆さんをお出迎えします。まずは更衣室で自分好みのキャラクターを作ろう。名前を登録して浴衣に着替えたら、いざ温泉へ。ゲームはトランプ、麻雀、将棋をはじめ、オリジナルのゲームもたくさん用意しています。気に入ったゲームを選んだら、早速新しい仲間を集めてプレイしよう。機能満載のオリジナルソフトキーボードがあるから、ゲーム中のおしゃべりも盛り上がるよ。お互いに元気よく挨拶したら、もう友達だよね。せっかく仲良くなった友達とは名刺交換をしよう。名刺には自分の似顔絵やプロフィール、それに E メールのアドレスを記録できるんだ。名刺にはまだまだ内緒の仕掛けが盛りだくさん。たくさんの友達と名刺交換しよう。ぐるぐる温泉はみんなが安心してワイワイ盛り上がれるネットコミュニティを目指しています。今年の夏はぜひぐるぐる温泉に遊びに来てね。ネットワークで対戦相手と熱いバトルを繰り広げるフレームグライド。パーツ合成システム、パーツ組み換え、成長、そしてファンタジー。最新のマシンカスタマイズシステムがユーザーオリジナルのメカを生み出す新感覚の対戦メカアクション。機体の組み立て方によって特性や攻撃方法がガラッと変わるぞ。ストーリーモードで腕を磨いたら、ネットワーク対戦に挑戦しよう。ビジュアルメモリを使えば、オリジナルメカで友達との対戦が楽しめるよ。ドリームキャストのネットワーク対応ソフトはこれだけではありません。ネットワークバトルがまだまだ熱い。迫力満点のセガラリー2。テレビで話題騒然、あの電波少年的検証生活をあなた自身が体験できるナスビの部屋。自分で好きな音楽を作ってアイドルを育て、ヒットチャートを競おう。スーパープロデューサーズ、目指せショービズ界。架空の国オルルド王国に移住して自由気ままな人生を送ろう。ワールドネバーランドプラス。必勝情報を通信でゲット。最強競馬予想支援ソフト、デジタル競馬新聞マイトラックマン。アクションゲームやミニゲーム満載で、専用のホームページを使っていろいろな遊びができるソニックアドベンチャー。ドリームキャストならウェブ TV も見れるよ。ネットワーク対応ソフトは今後も続々登場します。ドリームキャストのネットワークの世界を紹介してきたけれど、ネットワークの素晴らしさを一言で言うと、友達とのコミュニケーションがどんどん広がっていくことだと思います。日本中に友達を作ることだって可能かもしれません。まずはさておき、ドリームキャストでつないでみよう。すべてはそこから始まるんだから。ここでみんなに耳寄りな情報を教えてあげよう。3月20日から4月11日の間にドリームキャストを買うと、素敵なソフトがついてくるよ。湯川元専務のお宝探し。とにかく穴を掘って宝島に隠されたパズルの破片を探そう。パズルを完成してお宝を見つけたら、ネットワークにつないですぐに応募できるよ。そしてなんと
応募者の中から抽選で1万名様に1万円が当たる。ドリームキャストを持ってる人も980円でゲームソフトを買えば参加できちゃうよ。君も今すぐゲットしよう。